タンメンの一例タンメンとは、主に関東地方で食されている日本の麺料理である。発祥、元祖は関東圏のタンメンである。関東や横浜タンメンに似せた岐阜タンメンというものがあるが、こちらは辛みだれを加えることと、すもやしを付け加えることが特徴である。再ニンニク、もやし、キャベツ、ニラ、キクラゲ、人参、玉ねぎ、豚肉などを炒め、 鶏ガラを、おもとする、塩味のスープを加えて、強火で煮立たせ少し白濁する、程度スープや、野菜の旨味を抽出、それを茹でた麺にかけた、麺料理である。アクセントには、白胡椒より粗びき黒胡椒を使う場合が多い。具材にトマトを用いたもの、味噌味のもの、ラー油や酢を加えたものなどのバリエーションが存在する。 中華料理店やラーメン店で提供されることが多いが一般にこれらとは異なる料理に分類される小売店においては生麺とスープがセットになった製品やインスタント麺を使ったカップ麺が販売されているワンタン麺はタン麺とは異なる麺料理であるまた中国におけるタン麺は現地では麺の字が粉色全般を指すことから タンメンの麺は料理のうちスープ麺であることを表す。横浜中華街の製麺所、東成県製麺所にはタンメンという名の麺が製造を販売されている。ありがとうございます。